アグラスターハウゼンはドイツビュルテンベルク州ネッカーオーデンバルト郡に属すマチソン。町域はバーデン地方北部の省オーデンバルト内に位置し、クライヒガウ北東部に接する。ハイデルベルクから南東 25km の距離にある。この自治体はアグラスターハウゼン、ブライテンブロン、ダウデンツェル、ミヒエルバッハの各地区からなる。村の名前は 古い高知ドイツ語のアジェラルストラに由来する。アジェラスター、アグレイスターハソン、アジェルスターハソン、アジェリスターワイラー、アルスターハウゼン、エイジレスターハウゼンと変化し、最終的に現在のアグラスターハウゼンとなった。アグラスターハウゼンは、1137年のキルヒハイム、家の売買証書に初めて記録されている。日ご犬は、ホーネック家に属した。 ベルナーとコンラートのホーネック兄弟は、1254年5月27日に、この村とヘルムシュタットの権利をビンプフェン司教に寄贈した。1255年頃に、フォン・アギラスター風前を名乗る人物がアーノルト及び、シュベーネガーと共に、ある文書の署名者として現れる。おそらくこの時代には小さな砦があったと推測される。 ロマネスク様式の城塞は26.621メートルの広さで厚さ1.10メートルの壁で囲まれていた。12世紀にはこれに11.412.1メートルの塔が建設された。この建物跡は1959年の道路拡張工事の際に発見された。この城の城主として、まずは貴族の家臣のアグライスターハウゼンが現れた。 村の霊園の一部は1358年にディーター・ボン・マッセンバッハによって購入されている。その後1421年にシュビッカー・フォン・ヘルムシュタットがこの城を畑や草地と共にヒルシュホルン家に売却した記録がある。ヒルシュホルン騎士家は市教領の代官として村の管理を行った。10分の1税はビンプフェンイン・タールの市教へ送られた。古い記録によれば、 墓地の壁沿いに大感謝はあった。ヨハン・ヒルシュ・ホルンは1416年にこの村をプファルツ選定校に七入れした。1632年にヒルシュ・ホルン家が断絶するとエーレンベルク家がこの霊園を引き継いだ。さらに1647年にこの家が断絶した。あとは司教エーバーハルト・クラッツホン・シャルフェンシュタインの老いに当たる。 シャルフェンシュタインハク・ヨハン・アントン・クラッツが霊園を所持した。しかしこうしたミューチビーキの司教の態度は、プファルツ選定校の怒りを招いた。1718年に、シャルフェンシュタイン家が断絶すると、この村は、ボルムス司教領となり、エーレンベルク城を本拠とするファロイス家の管理下に置かれた。こうした処置がなされたが、司教の権利は、プファルツ選定校から守られていた。 1803年、帝国代表者会議主要決議の枠組みに従い、アグラスターハウゼンは、バーデン大公領となった。1862年に、アグラスターハウゼンは、バーデンオーデンバルト鉄道に接続した。ブライテンブロン中心部ブライテンブロンは、シュバルツバッハ側の横谷に位置する。976年に、皇帝トー2世によって、モースバッハ修道院に授けられた所領として、 初めて記録に登場する。後にこの村は、プファルツ選定工領となった。17世紀の霊園所有者は、ランドスキャド・フォン・スタイニッチズ・アイコルズハイムであった。1803年以後、ブライテンブロンは、ベツイルクスアムとネッカーゲミュントに属し、1972年3月1日に、アグラスターハウゼントが合併した。ダウデンツェルは、ブライテンブロンと同じく、 1976年にモースバッハ修道院に授けられ、後にプファルツ選定工領となった。村を治めたのは原民元家などであった。ダウデンツェルは1803年まではプファルツ選定工領オーバーアームとハイデルベルクの、いわゆるストバーセントに属したが、その後バーデン体工領アムツベチルク・モースバッハに属し、1975年1月1日に、 アグラスターハウゼンに合併した。ミヒエルバッハ中心部、ミヒエルバッハは、同盟の川が作る渓谷に位置している。1383年に、初めて文献に記録が残されている。プファルツ選定工業時代には、例えばベルリヒンゲン家が、霊園所有者だったこともあり、また、教会の講演者として、レーベンシュタイン博やヘルムシュタット家の名も挙げられる。 この村は1803年まではプファルツ選定校領でオーバーアムトハイデルベルクのストバーセントに属した。ミヒエルバッハは1974年2月1日にアグラスターハウゼンとが合併した。プファルツ選定校時代の宗教改革以降、アグラスターハウゼンではプロテスタント信者が主である。現在は2つのプロテスタント教区と1つのカトリック教区が存在する。 アグラスターハウゼンの町役場アグラスターハウゼンの町議会は20議席からなる。銀字で、基部は緑。2本の黒い幹の緑のポプラのこの間に赤い家。その屋根には黒いカササギが止まっている。紋章の図柄は18世紀後半の印象にこれと似たデザインのものが見られる。描かれているのはカササギの家という意味の町の名前にちなんだものである。 日本のポプラの間の赤いレンガ屋根は粘土質の氷度の湿った土地であることを示している。三人の王ティンはアグラスターハウゼンの中心部には町役場と特徴的な三棟の道からなる1806年から1807年に建設されたプロテスタント教会がある。村の広場には古い屋材の泉と砂岩でできた新しい村の泉がある。牧師館は 18世紀のバロック建築である。メインストリートと修道は1780年頃に先定校カールテオドールが整備したものである。1782年に建てられたストバーセントの記念碑は2006年に修復がなされた。メインストリート沿いにはこの通りが作られた時代からの多くの歴史的建造物が見られる。1780年建造の旅館ガストハウスドライ。 国がはその代表的な建物である。町には、この他にも多くの、あるものは、装飾豊かな、歴史的建造物が保存されている。カトリック教会は1964年に、建造された。また、町には1387年から1421年に、ヘルムシュタット家が居城とした中世世紀の城塞も、見られる。この城市は、連邦道。 B292 号線の工事の際に発掘された。ローマ時代の壁や街道跡も残されている。ブライテンブロンの中心部では村役場と1840年建造の境界を見ることができる。また古い村の泉や一部は18世紀に遡る多くの歴史的建造物が残されている。ダウデンツェルには特筆すべき祭壇と等に13世紀の壁を持つ プロテスタント教会がある。教会の隣に立つ牧師館は1735年に建設された。村役場は村の歴史の場面を描いた大きな壁をファサードに持つ。この他にも多くの見事な歴史的建造物に注目すべきである。ミヒエルバッハには村役場、教会、村の泉のほか歴史的建造物が残されている。アグラスターハウゼン駅。 アグラスターハウゼンはメッケスハイムからのシュバルツバッハタール鉄道の終点である。この鉄道はエルゼンツタール鉄道とともに2009年までに電化されラインネッカー S バーンに組み込まれることになっている。これによりハイデルベルクやマンハイムに乗り換えなしで行くことができるようになる。またアグラスターハウゼンは連邦道 B292 号線により 広域道路網とつながっている。ありがとうございます。